訓練は東京体育館でスポーツ大会を開催中に爆発音がしたという想定で行われ警視庁の爆発物処理班などおよそ100人が参加しました訓練では警戒中の警察官が不審なバッグを置いて立ち去ろうとした男を発見し職務質問をしようとしますその際男がナイフと拳銃を取り出したため警備犬が男に飛びかかり 男は身柄を確保されました。また、爆発物処理班が特殊な機械を使って爆発物の入ったバッグを処理しました。警視庁は来年の伊勢志摩サミットやオリンピックに向け、テロへの警戒を強化しています。